2つ目のお悩みとして他人と比べてしまいますというところで、はい、もう就職活動始めた7月からもう毎日この悩みに苛まれてるくらい、もう他人と比べちゃうのが就活の中で一番しんどくて、でどうしてかっていうと、うん、みんな結構真面目で優秀な方が周りに多くて、やっぱりみんな名だたる企業に行くんですね。大手企業に受からない自分はやっぱり優秀じゃないだなとか、周りと比べて4年間同じ学部で同じことを学んできたはずなのに、どこでこの差が開いてしまったんだろうっていうのをすごい考えてしまって、それが辛いですね。逆に全く興味のない業界は全く興味がないっていうタイプで、一回コンサルに行きたいと思ってた時期があって、でもやっぱりそのフェルミ推定とかああいうワークシートをやった時も本当につまらなすぎてじゃあそのつまんないのもなんか自分が努力したくないからというか、自分が今いるレベルよりも少し高いことをやりたくないって思ってる、逃げてるんじゃないかなっていうのもやっぱり思ってしまう。で周りとの比較からどんどん派生していろいろ悩んでしまうというのが悩みです。奥井さんいかがですか？もう本当に人は5割増しそれ以上持ってるんですよ、人の話。それを理解した上で人と話す、なんかそのアドバイスしてくる人って結構承認欲求を満たすためにしてくることがほとんどなんで、なんかそこは本当に自分がキャッチしたいって思ってる情報だけはして、あとは右から左に流すで全然いいと思います。奥井さんとか絶対比べないですよね。比べてることを自分で理解してます。人は比べるじゃないですか、そこは比べないようにしないとか思ってないです。持ってるって思う、みんな持ってんだなって。それ俺もすげえ参考になりましたよ。私も自らアドバイスを求めちゃう、あっちが勝手に言ってくるんじゃなくて、こういう悩みがあるんだけどっていうのを、価値観が違うって分かってるけど信頼してるからこそ聞いちゃうっていうのがあって、なんかその中でも自分が本当に話してて気持ちいいと思う人だけと話すとか、うん、ある程度人は選んで悩み聞いていくのが特に今の時期いいんじゃないかなって思います。大沢さんいかがですか？でもまず一つは自己理解をちゃんとしておくっていうのは大事かもと思ってて、まだちょっと 2,30 分しか話してないんで分かんないですけど、ダイバーシティとか多様性を重んじる人って他人とか自分の心に敏感な人が多いと思うので、まずはそういう特性が自分はあるんだっていうのを理解しておくことっていうのは大事かなと思って、そのまま受け入れた方がいいなと思って。あとは入社した後に後悔してる人としてない人の差って、大手に入るか人気企業に入るかよりも自分で決めたかどうかがすごい大事で、なんかよく僕が聞いたのは、人気企業とか有名企業に入ってるけど親に言われて入ったとか、はいはいはい、友達からうわその企業いいねって羨ましいって言われたから入ったとか、合コンでモテそうって言われたから入ったとか、でも本当の話なんですけど、入ってみて嫌なことなんてどの会社入っても絶対起きるんですよ、はい、その時に自分で決めたら踏ん張れるんですけど、他人が決めた時に、例えば友達の田中さんっていう人がいて、田中さん助けてくれないじゃないですか、はい、結局その会社入ったら誰も助けてくれないんで、その意思決定を人に委ねるっていうこととかだけはやめた方がいいので、逆になんか友達がビッグ4行ってるからよくわかんないけど、とりあえずビッグ4受かるために努力して入ったら、めっちゃ多分嫌なことあった時にすぐ辞めると思うので、おかしいんじゃないかなと思いますけどね。じゃあ池上さんいかがですかね？もう自分では薄々分かってるんだと思うんですけど、うん、逃げている、大手受けるべき、就活真面目にやるべき、以上じゃないですか、うん、なんか多分その大手受けずに広告マーケ PR に集中するほど言うほど、そっちも多分研究してないんじゃないかなと思ってて、うん、広告志望の人たちがやるような対策とかも全部やって、なんかめちゃめちゃ広告について語れたり、まあ、マーケ実際に探索でやってますみたいな、まあ、そういうことがないのであれば、まあ、ちょっと一旦は周りのみんなと一緒で、まあ、20個ぐらいはエントリーシートを出してとか先行に進めた方がいいかなと。周りと比べちゃうっていうのとかってどうなんですかね？いや、もうどうしても就活ってそういうとこあると思うんで、辛いし比べちゃうと思うんですけど、大手の方が偉いとかでは全然ないなと思いますね、うん、面接で自分をちゃんと出せ表現できて、相手の会社のことも気に入って納得がいってればいいって感じ、うん、その友達鎖国した方がいいと思います。一時的でも半年ぐらい大手行ってるところ、うん、でなんかマウントを取り合いの質問をしただけなんか、マウントは取らなくて私が結構取られに行ってるとこも
まあ、カマチョ、あの大学からの友人がすごい多くて、やっぱりそこから私は学部が好きなんだなとも感じるし、悩んでる自分に酔ってるみたいな感じではないんですかね。でも言われました、なんか、あ、言われました、千尋は悩んでるんじゃなく、考えてるんじゃなくて悩んでるんだよって言われて、自主的に。大沢さんどうですか。ちょっとまだ整理できてない。何が根幹にあるんだろうってさっきからずっと自分で考えてて、人生を聞いたわけでもないので、ちょっとまだ分からんなと思って。でもなんか、もしちょっと表層的にアドバイスいくと、はい、そういうコーチングとかを一回受けられてみてもいいかもと思って、他の人にものすごい感度が高いというか、すごい気にしいなところをが何から来てるかとか、何が阻害してるかを知ることから始めた方がいいかなと思いました。石村さん、じゃあ今日の相談解決一定されましたか。はい、自分で決めて、はい、自分のことより理解しようと思いました。ということで、今回出ていただいた出演者さんの SNS のリンク下の概要欄に貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。あと大沢さんが出されている著書も、あの就活生にすごい相性のいい本なので、ぜひ読んでいただけたらなと思ってます。それでは本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトでは、その企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。